除草剤工場の作業員の顔と首にできたクロロアクネ。クロロアクネとは、塩素の付加されたハロゲン化法皇族化合物への過剰な曝露によって引き起こされるニキビのような発疹のことである。症状は主に、頬、耳の裏、脇、素形部に見られる。1897年にドイツの工場作業員が罹患しているのをボンベットマンが初めて報告し、 当初は塩素への曝露によって引き起こされる症状だと考えられていた。クロロアクネと方向属炭化水素との関連が指摘され始めたのは1950年半ばになってからのことである。クロロアクネを引き起こすとされる物質はクロロアクネ源と総称されている。特にダイオキシンとの関連が強いためダイオキシン曝露の臨床症状として扱われている。クロロアクネは 蛍光摂取や吸入で引き起こされることもあるが、皮膚との直接の接触が主な原因である。クロロアクネゲンは、使用性であるため、長期間にわたって、体に残留することとなる。この残留性とダイオキシンの化学的性質の相乗効果により、慢性的な炎症を起こす。血脂類のモデルにより、ダイオキシンは、マクルファージの増殖を促進する一連の受容体を活性化させ、 高中級増加症を誘引すると考えられている。この過程は、血清中の過剰の主要エシー因子によって加速されると、されている。クロロアクネと診断が確定したら、まず最初にすべきことは、患者とその周囲の人々を汚宣言から話すことである。持続性の症状は、抗生物質や、イソトレチノインで治療する。しかし、クロロアクネは、 どのような治療にも高い治療抵抗性を示す。多感症や万発性皮膚ポルフィリン症はクロロアクネと合併しやすい。ありがとうございます。